ちょっと後ろにする。いや、多分前面、例えば前面ここだとした場合には前面の方は結構ギリギリ煽り気味でいいと思う。あ、見たってね。うんうん。でその時に多分ステージに対して客席がちょっとこうだから、あさちゃんちょっと外向き、俺らちょっと外向きで、へい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 ってやって、で始まったら下がっていけるんですよ。でも歌う人が前に出てた方がいい。あ、なるほど。うん、で朝ちゃん基本順の並びを横一列、基本横一、うん、で朝ちゃんが思い通りに渡さ、うちらクラップで終わる感じ、ビリビビビ平気なふりしてちょっとお疲れ気味、崩れそうになり涙をらって右からタタ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 タ、俺はどっちでもいいです。やるんだったらやります。ラップじゃなくてもいいのかな。まあラップでもいいけど、どっちがいい。どっちもいいですよ。俺はやれって言われたら全然できる、覚えたんで。一番最初のフレーズ朝ちゃんにやって、ショータン受けて、おいらやってショータン受けるみたいなやり方とか、こうそれだったら3つ分けた方がいいじゃん。いや、だから最初ここでラップやってる感じで、次こっちとやる感じっていう見え方。まあどこで分けます。夢があるんで。それぞれで全然全然で。オッケー。調整まで言って、で言ってで最後言えるんです。そうそうそう。はい。歌ビのやつにしやって、それに振り付け合わせてみるって感じじゃないですか。一回目。どれだけ情けなくてもいい、ここも9日、うん、だからうちらこの時は特に動かなくていいから、動かなくていいから、動かなくていいから、これが流れ始めたら
何だそれは。今日はこっちが客席で向こうステージなのよ。でそれで言ったら朝じゃなくて聞こえるし、だからこっちから上がってくる感じ。上がってくるこう客席の人だから。でここで照明がパーって客席とかするからこれでやろう。やりたいことはやっちゃって、行きたいところに行っちゃって、客席に対してもっと赤ちゃん登ってたやつあっち、こうたらこれ赤ちゃんの迎えに行くから、一番動き多いな、今回これが、うん、やりたいことはやっちゃって、行きたいとこに行っちゃって、食いたいものは食っちゃって、それが僕らのモットーですみたいな、モットーです、うん、で真面目にグダグダやっちゃって笑ってもらえる最高です。で翔太が翔太さっさん、あっちゃあっさっちゃん、うん、朝ちゃんそうです、僕ピースピースオブケーキ、いやーオブケーキ何これ、いやケーキケーキこの部分ですけど、あーそういうことピースオブケーキ、これケーキ、いやこれこれでもいいよ、ピースオブケーキみんなでこうあげてもいいですけど、ピースオブケーキピースオブケーキってダッサえ、マイクどっちの自分なの、僕左、これ左、こっち、うん、こっちなの、だからそれ別にいいんだよ、うん、それだけど振るときは右から行く感じ、うん、何それ可動域が狭いの体がでけえからね、横向きも横向きは良くなるよなんでこれができないの、腕肩がここがでけえからね、だから赤ちゃんこれでもいいと思う、たぶん赤ちゃんがここでこうやって振ってんのと、オイラがこれで振ってんのって見た目そんな変わんないんだよ、なんでその左足は、なんだこれ、なんで動いちゃってんのね、違う、体幹、体のバランス取ってんの、ここ体がぶれるから、こっちに持ってかれるんです、それやらなかったら、えそれやらなかったら拭いてるやろ、鏡よここでいいんじゃないですか、それだったら多分上の方で、こうやって腕上がんないんでしょ、腕上がんないよそうそうだ、ここにちょっといて、しっけりけりで、ここにいる感じで、そのバディのオンズで伸ばしてる時にアサちゃんが歌いながら翔太ので、アサちゃんが歌い始めたら翔太が一歩後ろ下がるで、P-I-E-C-E-O-F で、それに合わせるとこの後ろにこう回り込めば AKE でしょ、で、3回目になったら翔太がこっち側でもいいし、こっち側でもいい、こっちで、朝ちゃんずっとここステイになっちゃう感じ、あ、だからここ、こういう感じで右側だから要は、髪の輪に向かって歩いてくる、後ろ向けてくる、だから実際こうステイになる、こっちが髪の輪になるから、やりたいことはやっちゃって、行きたいのに行っちゃって、
さんが押して何度も
さらあらまだやれるさ何度もさあらあいごぞだけさあさあらあいごぞでだいいめちゃサブだけサブだけやろめちゃめちゃ歌いやすいとこサブだけやろじゃあ音楽音なしで多分アカペラでちょっとやった方がいいんじゃない？いいですよ別に。俺は多分いけるっすよ。自分らしく必ず生きることが難しすぎて息が詰まりそうだよ。晴れの日ばかりじゃないけど雨の日ばかりじゃない。心でつぶやいた天気慣れ倒れて傷ついても何度でも立ち上がって憧れに近づけるその日まで戦えのだろう。お、綺麗じゃん。俺の喉、俺の喉で絶好調じゃないと。これ何曲目ですか？1,2,3,5曲目死ぬねこれ俺の喉絶好調じゃないとあ俺とアスヤ一緒一緒あ一緒かもせーのラララI'm not afraid to die.
なりでバトンとか。ま、ま、なんかいいじゃん、なんか、どうぞみたいな感じで言う。でも、いや、なめちゃってるバトンで握っちゃっていいんじゃない。つなりでくバトン。俺らがつなぐんじゃない。つないでくから。うん。誰か受け取ってバトン持って。みんなでそれ先に。バトンでつかんだっけ。バトン。また、そうか。じゃあね。頭の2曲歌詞固めましょう。それはもう大丈夫ですよ。リハーサルはちゃんと歌詞やんないと意味ないからね。
いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますのでチェックしてみてください。それではせーのチャオー。